ドルーの戦いは、1562年12月19日に起きたユグノー戦争に含まれる戦い。アンヌ・ド・モンモランシーがカトリック同盟軍を、コンデコー、ルイ・1イがユグノー軍を率いた。一般的にユグノー戦争で最初の改善とされる。11月までユグノー軍はパリ周辺に攻撃を試みていたが、兵力の不足から首都を包囲するまでにはいかなかった。 12月中旬になると、スイスとドイツからの傭兵で補強されたカトリック同盟軍の反撃を避けるため、コンデコーとコリニー帝徳は撤退を決断し、南進を開始した。しかし、あらゆる先発隊や石膏のタグを配置していなかったというコンデコーの先見性を欠いた過ちによって、ユグノー軍はドルーへ向かう途上でカトリック軍と激突した。 両軍とも同数の騎兵隊を抱えていたが、カトリック同盟軍には敵軍より多い不評と優れた組織という利点があった。戦闘が始まる前、両軍は2時間あまり互いに向かい合っていた。ラヌーは自身の論文において何も動きがなかった2時間について、2つのフランス軍が退治したのはこの100年間で初めてのことだった。兄弟、友人が敵味方に分かれており、 戦争が始まればそれが大きな悲劇となることが疑いもないからだった。と述べている。中央は槍兵の邦人で彼らに守られて雛な銃を抱えた兵たちが構えていた。槍兵邦人の第一列は低く鏡、その後ろの槍兵たちは敵機兵の突撃に対抗するために槍を低く構えていた。ひな銃部隊は援護のために突進しなければならなかった。 彼らは正面と横から騎兵隊によって攻撃された。右の絵は戦闘時全体から見た詳細である。戦闘の最高潮はブランビルという小さな村でカトリック同盟軍の左翼がコリニー帝督の騎兵隊によって回想をせしめられモンモランシー将軍が捕獲された時であった。ユグノー軍は勝利を確信した。だがカトリック同盟軍の右翼は 五角以上の戦いを繰り広げた。ギーズ公が自身の騎兵と不評の予備を持ち出す前に、コンデ公の騎兵隊は密集邦人を組んだスイスやリ兵と無駄な戦闘を行い疲労してしまった。両軍は互いに8000名の兵士を喪失し、ユグノー軍の生き残りはコリニーの指揮で無事に退却した。カトリック同盟軍のモンモランシー将軍と、 ユグノー軍を率いたコンデコがそれぞれ捕虜となったのは皮肉な出来事であった。彼らは軍全体の司令官というよモンモランシーは70歳を超えていたが、それでも騎兵集団の突撃を指揮していたのである。ありがとうございます。